第15回茶柱ラジオの時間です。まずは今週の振り返りから。今週の振り返りはメルティブラッドが発売から週間かな経ちましたってのと、ウマ娘で川上プリンセスが実装されました。ど根性系お嬢様ということで、こういう、なんていうの、根性お嬢様が、好きな人にはね、結構刺さってるっぽくて、結構ガチャが回ってる気がします。ただ、ど根性系ってことで、補正がね、根性に 20% いってるのが、ちょっとね、きついところかなって思うんですけど、まあ好きな人はね、その困難も根性で、超えていくんじゃないですかねっていうのが、私の見解です。あとその馬娘といえば、次の、星座杯が、菊花賞ベースの3000メートルに決まりました。長距離ってことでね、ちょっと育成が難しいかもしれないですけど、まあ、頑張っていきましょう。自分は、石アマゾンと成田大臣とあと一人誰かで行く予定です。他になんかあったかなーって思うんですけど、別にない気がする。まあ、そんなところで、今週のお便りに行く前に、先週のお題で、シチューライスはありなの？っていうのに対して、コメントで、いや、ありでしょうって来てて、ちょっと嬉しくなりました。自分がね、やってたことは間違いじゃなかったんだ、みたいな。いや、あれ、本当美味しいんでやってみてください。ちなみに今日の夕飯はカレーライスでした。ってことで、今週の茶柱ラジオのお題、キャラ選びの基準のコーナーに行ってみましょう。ってことで、キャラ選びの基準。まあ、人によって、いろいろあると思うんですけど、まあね、自分が一番キャラを選ぶ場合が多いのは、やっぱ格闘ゲーム、は対戦ゲーム、対戦ゲームかなの、キャラで、基準が、ま、いくつかあって、まず、弱くないこと。まあ、これは大前提ね。対戦ゲームだから、ね、弱いとモチベーションが続かないんで、まあ、弱くないのが基準の一つにはどうしてもなります。他にはね、あと見た目ね。やっぱ見た目好きなキャラじゃないとね、続かないんで、見た目は結構重視しますね。メルブラだと、まあ、最初から見た目で、アルクかノエルで、強い方と思ったんですけど、まあ、ここで三つ目の基準、後発で始めるなら新キャラを使う。これはシリーズで出てるゲームに、途中から参入するとき、メルブラも完全新作だから、まあ、ちょっと怪しいけど、まあそれでもってことなんですけど、例えばまあブレイブルーで言うと VBCCT とか CS、CPC とかあるじゃないですか。で、例えば、コンティニアムシフトがあって、クロノファンタズマが出て、クロノファンタズマから始めるとしたら、できるなら、クロノファンタズマの新キャラを使いたいなっていうやつ。っていうのは、新しいキャラっていうのは、まだみんな知らないキャラだし、まあそこから開発されていくわけのね、キャラだし、そのキャラ体が詰まってない、開発がまだ進んでないから発展しがいがある、その新しいキャラってことは行動をみんなそこまで知らないから、そもそもの土俵が高くなるっていうのは変だな、土俵が近くなるっていうのかな、腕の差を埋めやすいんですよね、キャラで。だから途中から始めるなら、なるべく
新キャラで行きたいなみたいなとこはあります。で、まあそのね、新キャラ強く弱くない、見た目が好きで、キャラの中でまあこんぐらいになると大体ね 2,3 キャラに絞れてくるんで、で 2,3 キャラに絞った後は、まあ、触ってみてのフィーリングか、あとね、無敵技があるって基準も、まあ、なくはないよね。結構無敵技っていうのはゲームで大事なんで、そのゲームにおいて重要な技を持っているかとか、あとは、崩しが強いかも割と最近は基準にしちゃうかな、とかかな。まあ、明確に強みがあって弱点が少ないキャラです。まあ、そうなると強キャラってなってくるけど、まあね、強キャラを使うのはそのゲームを理解するので一番大事なことなんで、いいんじゃないかと思います。まあね、ちなみに自分はモンハンだと愛犬とベビーボーガンと双剣とか使ってました。火力がある、火力が出せる武器なのかな、多分。ちまちましてんのは好きじゃないのかな、どうなんすかね。まあ参考までに、格ゲーだと BB タッグはハイドと、番長かルビーかラビリス、まあ、ハイドは固定でその3人のうちどれか使ってました。ラビリスは初めてやった格ゲーで初めて使ったキャラでずっと好きだったんでね、まあ、ずっと使おうと思ってたんですけど、他の2キャラはスタンダードで強くて弱点が少ないんで使ってて、ね、ストレスなくてよかったですね。ストリートファイターだと最近はユリアン触ってましたけど、ユリアン触る前はゴーキだね、多分ゴーキキャミ使ってました。ゴーキがねストリートファイターで一番好きなキャラなんでっていうのと、ゴーキがちょっとね体力少ない上に技のリーチ狭くてピーキーで折れた部分があったんで、キャミー使ってましたね。キャミーはねやることシンプルで技強くて、でおまけに強いっていうね、すごい使っててストレスのないいいキャラでしたね。対空強いし、昇竜もあるし、あれはマジ万人におすすめできるキャラだと思うっす。ユリアンはなんで使ったのかっていうと、まあ、最終的にちょっと BB タックの話に戻るんですけど、BB タックでルビーを使った理由っていうのが、お前は多分ルビーが合ってるよって言われたのが理由で、でさらにもっと前になると電撃ファイティングクライマックスってゲームで、俺はずっとレンタロウと千葉達也を使ってたんですけど、前多分アスナが合ってるよって言われてて、でアスナ確かにたまに使うんですよ、その言われてから。で確かに動かしやすくて強くて、しかもトップキャラなんですよ、強さも。だけど使わなくて、でたまに半年に一回とか電撃やろうぜって言われて触ってる時にアスナを使うと、俺このキャラ使っときゃよかったってすげえ思うんですよね。強いし、多分使ってたらもっと勝ててたんですよ、その時以上に。だから合ってんじゃないって言われたキャラは多分合ってるはずだから、まず使ってみようと思って BB タックでルビー使って、でルビーマジでバッチし自分に当てはまっててバリバリに勝てたんで、今度ストリートファイターでお前多分ユリアンが合ってるよって言われたからユリアンを触ってる状況。ユリアンは俺人生で初めてのためキャラなんですよね。ためがね難しかったんですけど、逆にこんだけ格ゲーやってて初めての体験できるの楽しくねってなって結構トレモやってましたね。対戦よりトレモの方が長かった、珍しいキャラかもしれないですね。
合ってんじゃないって言われたからっていうのもね、理由の一つですね。でもちろん強くて逆転要素があって、崩しも強い、球もある、無敵もあるね、ない技がないぐらいスペックの高いキャラなんでね、使ってて不満は全くないです。対空も強いしね、使い分けなきゃいけないけど。そんな感じですね。まあ、他にも攻撃名だったら呂布とか、電撃だったらさっき言ったみたいにね、レンタロウお兄様とか、ブレイブルーのね、CP は 1.0 から 1.2 ぐらいまでだっけ？は、ノエル使ってたんですよ。初めて、対戦で勝ちたいと思って練習し始めたキャラ。ね、BC のヒット確認してどう、ね、オーバードライブ発動して体力半分削るところから、ね、超硬派な差し合いノエルをやってたんですけど、でね、家庭用が出て、俺ブレブル買う前に CS とかのオープニング見てて、俺このキャラ出たら絶対使うわって言ってたのが、ここの絵だったんですよ。で、2.0 でここの絵出ました。使ってみました。最強。で、まあ、ね、要は大ここの絵時代になっちゃったんですよ。家庭用のブレイブルーが。で、まあ、もちろんそれで遊んで満足して、でね、CF でここの絵技が増えまくってつが増えたのと仕様が変わってすげえつまんなくなっちゃって、弱くなったからってよりね、コンボのテンポが悪くなっちゃって、なんか今まで、タン、タン、タン、タタン、タン、タラララララ、タン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 みたいなのが、タン、タタ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 、タン、タン、タン、タタタ、タン、タンみたいな、なんかね、だれる部分があるのよ、コンボで。それ気に入らなくて、なんかここの絵嫌だなって思ってたら、ナオトってキャラが出てきて、ナオトはね、見た目結構好きで、練習してたんですけど、すんげえ難くて、あれ多分ブレイブルーの中でもね、トップクラスにコンボ難しいんじゃないかな。ほぼ全部の行動にダッシュ完成乗せて、技の属性変えるってキャラなんだけど、これめっちゃめちゃ難くて、結局トレモだけして実戦投入しなくて、CF はね、結局対戦までいけるようになったキャラいないんじゃないかな。トレモね、結構したんですよ、トレモは。なおと、これ多分実戦じゃ安定しないキャラだから嫌だなってなって、で、あんまり知られてないけど、俺、椿練習したんですよ。椿。椿は、身内戦でちょこっと出す程度まではやったはず。でそもそも BBCF やってないからっていうのはあるけど、ね、椿結構好きなキャラだったんでね。軽くないけど。ってな感じです。ね。まあね、総じてスタンダードなキャラですね、使うキャラが。変な色物キャラは使わないですね。ただ、ね、10年以上やってるガンダムだと、逆で、俺ビームライフルの機体一回も人生でね、メイン機体に据えたことがないんですよ。ネクストから、今までがずっとメインがデスヘルで、3000のメインがウィングゼロ、エンドレスワルツパン。ね、ビームライフルは存在しない。で、あいつ。ループスレックスが出てからは、レックスメインになったから、エンドレスワルツじゃなくて。レックスもね、ビームライフルじゃないんだよね、あれがね。実弾なんだよ。まあ、そんな感じでね、ビームライフル機体は一切使えません。だから、ストライクフリーダムとかね、デスティニーとか、使うとちょっと困るんですよ。弾が強いキャラ、例えばダブルオーライザーとかは結構使うんですけど、ああいうのはね、結構、適当に打ってても追っかけてってくれるから、いいんですけどね。てな感じです。キャラ選びの基準、なんか話がちょっと脱線した気もするけど、自分はこんな感じです。じゃあ次のコーナーに行きましょう。次のコーナーは、先週忘れてた、アマシュラ近況報告です。アマシュラ近況報告、今回の報告は、メルブラのランクマ頑張ってますってのって、
で、メルブラのランクもって、勘違いしてるかもしれないけど、あの、名前の横にある、あの、D から S プラスまでのあれは、ランクマのランクじゃないんで、あれは、ブレイブルーとか P4U とか、マーク製のゲームによくある、あの、プレイヤーカラーってやつで、プレイヤーカラーは、白、水色、緑、黄緑、黄色、ピンク。あ、一番下青か。白、青、水色、緑、黄緑、黄色、ピンクか。で、これを分かりやすくしたのが今回のアルファベットバージョンね。です。だから、あれは強さの指標であってランクじゃないです。ランクは、フランス版のゲームはね、電撃もそうだし、アンダーナイトインバースもそうですけど、スマブラと一緒で、勝てばポイントがうなぎ登りにずっと増えていくランクマナーで、なんていうの、段位の上下、ランクの上がり下がりを気にしなくていいので、無限に潜れるタイプの最高なランクマナーで、ね、潜るのははかどってます。使ってるキャラはノエルです。ノエルね、どうなんでしょうね。見た目で完全に選んで、新キャラっていう理由で選んだから。使っててね、不満はそんなないっすね。逆転要素あるし、崩し強いし、リーチ長いし。ただ、シャガエ、2A の発生が遅いのだけがちょっとって思うんですけど、まあ、あんだけリーチがあるキャラだからいいのかな、みたいな。部分もわかります。あね、ノエル、何かでノエル折れたら多分移動する先は通常のアルクエイドですけど、まあ、ノエル強いと思って使ってるから、そんなに折れることもないと思います。以上です。ランクマ頑張ってますっていうことですね。ね、そんな感じで、最後のコーナーに行きましょう。最後、来週のお題っていうか、まあ、エンディングのコーナーですね。エンディングのコーナーで、結構ね、今回も前回も格ゲーのことが続いたんで、まあ、来月はゲームから離れてもいいかな、みたいな。感じで思ったんで、なんていうんだろうな、私の隠れ家、私のお気に入りスポットみたいな、なんていうんだろうな、これテーマで言うと、ね、なんていうんだろう、いいのか普通に、次回のテーマは私のお気に入りスポットです。まあね、具体的な場所の名前をね言わなくても。ある近くの公園のここが好きなんですとかでもいいですし、私が困った時はここに行って悩んでますみたいなのでもいいんで、俺はねちょっとね 2,3 箇所あるかな、気に入っている場所、それの話をできればいいなと思います。ね、その他にもね、最近購入してよかったなって思ったもの、最近購入してよかったものコーナーのねお便りとか、普通のお便りとかね、テーマじゃないお便りも募集してるので、この動画のコメントか、4PP か、自分のね、ツイッターアカウントへのダイレクトメッセージでも構いません。お便りお待ちしてまーす。ということで、今週の、茶柱ラジオはこれにてお開き。また、再来週お会いしましょう。さよなら。